スターゲームの始まりだキンプリ分裂当日に暴走ファンが恐怖の危害予告でネット騒然。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日、ジャニーズ事務所のアイドルグループキングプリンス以下、キンプリが5人体制での活動を終えた。 2018年5月23日に岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太、長瀬角、高橋山、岩橋玄樹の6人で CD デビューし、2021年3月末に岩橋がグループから脱退、同時に事務所からも退場して以降、5人で活動してきた金プリだが、昨年11月4日に岸、平野、神宮寺の脱退及び退場がアナウンスされた。 5月22日が3人の脱退日である。一部のファンが暴走。平野と神宮寺は脱退と同時にジャニーズを離れるが、騎士は脱退だけ済ませ、後から退場すると発表されていた。そして脱退のその日、騎士は9月30日をもって退場することをブログで報告。そんな と、平夜、神宮寺が去った後の金プリは、長瀬と高橋の二人体制で活動を継続していくことになっている。金プリの分裂が発表された直後からネット上のティアラ金プリファンの愛称たちはダイヤルしていました。 その中で、事務所サイドを批判する声が出ることも少なくなかったのですが、一部の間で過剰な言動も見られ、そういう層は暴走ティアラと呼ばれるように、良識あるティアラが暴走ティアラをたしなめ、そのうち騒動が拡大し、ジャニーズファン全体から問題視される。といったことがたびたび起こるなど、混乱が続いてきました。芸能ライター。 一方、金プリ分別までのカウントダウンは止まらず、ついにその日を迎えることに。直前の5月20日に放送された NHK の音楽番組、メニュー101に出演した金プリは、5人で最後のステージに立ち、ベストアルバム、ミスター・5に収録されている、ビューティフルフラワーを披露。 メンバーが涙する場面もあり、ネット上のティアラも一緒に号泣していたようだ。お前をターゲットにするここまで来てネット上の多くのティアラは寂しさを抱えつつも、5年間本当にお疲れ様でした。私はこれからも彼らが残してくれた素晴らしい曲たちを愛し続けます。キンプリのファンでいられてよかった。最後まで大好きなキングプリンスを抱いてくれてありがとう。 幸せをくれてありがとう。5人が必ず幸せになりますように。などとキンプリへの感謝を書き込んでいる。しかし、そのような中で、暴走ティアラ、最後の最後までキンプリの顔に泥を塗る、いい加減、暴走ティアラたちは黙って、と苦言を呈する声も、 実は、一部の暴走ティアラが、金プリラスト箇所を TVR 対応してない土曜深夜 NHK に持ってきた、として事務所を批判していたり、ジャニーズ事務所社長藤島ジュリー恵子氏に危害を加えることをほのめかすような書き込みをしたりしていたのだ。5月22、日朝あーツイッターユーザー、ガサー、ゲーム、サバゲーの始まりだ。 目標は、ジュリー、暴走ティアラでも何でも好きなように言え、お前は私たちティアラから大切な金プリを奪った。だから、お前をターゲットにする、といった投稿をしていたのです。当該ツイートはすでに削除されていますが、その前に複数のツイッターユーザーの目に触れていたようで、脅迫行為に値すると思います。 捉え方によっては殺害予告になる、などと問題視されていました。前でライター。金プリ5人体制の最終日まで、物騒な暴走ティアラが注目を集めてしまったことは残念だが、やはり許されない書き込みというものはある。ただ今後、金プリを離れる3人と、金プリとしての活動を続ける2人が、それぞれの道で輝いてくれたら、 ティアラによる騒動が起こることもなくなるだろうか。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。